皆様こんにちは、草野チャンネルです。今日は令和4年4月27日水曜日です。水曜日は実は私の書道教室を開く日なんです。たまたま書道教室の教室を開けるためにこの別宅の教室に来たら、なんとなんと別宅の置いていた別宅に置いていた奥田の巣箱ですが、これが2回目の分蜂をしていました。もう綺麗な蜂球を作っておりました。子供が来る間近でしたので、間際でしたので慌てて、取り込みをしました。ちょっと不手際なところもありますけども、最後までよろしくお願いいたします。しかも夕方、移動させるために、来たら、実は日本の記事、これが現れて、目を楽しませてくれました。記事の姿も一緒に写してあげたいと思います。最後までよろしくお願いいたします。こんにちは、草野チャンネルです。今日は4月27日水曜日午後4時を回っております。なんと別宅の巣箱からまた別宅の2回目の分蜂が起こっておりました。もう綺麗に蜂球ができております。今日も昨日が雨で、今日も蒸し暑い日です。こんな時にやっぱり分蜂が起きますね。落とし込む準備はしております。少し、低い、まだもう少し上げた方がいいんですが、準備の都合上これ以上高くできないようです。早速落とし込んでみたいと思います。はい、行きます。はい、落とし込み作業は終わりました。あとはここ女王蜂が中に入っておれば全部中に入ってくれると思います。しばらく待って様子を見たいと思います。現在夕方の6時ちょっと前です。
ミツバチたちは、文法群は中に入ってしまったようです。今回も1回でうまく取り込めたようです。この枝に分蜂しておりましたけども、もうすでに一匹もいません。今回もうまく取り込めたと思います。ここは第4回の分蜂で挙げた別宅の分蜂。別宅2回目の分蜂でした。今日も雨上がりの蒸し暑い日でした。やはりこんな日に分蜂が起きるようです。分蜂したのはおそらくこの巣箱だと思います。前回もこの巣箱がこの別宅で第1回目、通算4回目の分蜂をしております。今回も見ておりませんけども、間違いなく、その分、その巣箱だと思います。すぐ近くにあります。実は、ここに集合板を取り付けておったんですけども、残念ながらこの上に葉っぱがありません。やはり、ミツバチたちは日陰の方が分蜂蜂球を作りやすいようです。この集合板の場所を変える必要があるようです。もう少しこちらの方に持ってきて日陰に持ってくれば集合板に来たんじゃないかなと思います。実は今日は私の書道教室の日でした。たまたま教室に来て見たところ、文法がありました。家内の自宅なんですけど、別宅で書道教室をやっております。巣箱も 3,4 箱置いておりますが、この間4回目、通算4回目の文法をした巣箱が今回5回目の分蜂をしたようです。書道教室の子供が来たので撮影を中断せざるを得なかったんですけども、途中の経過、撮影がうまくできませんでしたけども、無事に取り込みが成功しております。夕方、夜が更けてからこの巣箱を移動したいと思います。キジがいます。驚きました。今日分蜂した巣箱のこの近くです。珍しい光景です。こんなところにキジが出てきました。綺麗なオスの生地です。先ほどこの近くにこの辺におりました。ずっと歩いて向こうに行きました。動いております。
こちらから出てきました。これが今日取り込んだ巣箱、文房具を取り込んだ巣箱です。夕方の7時を回りました。そろそろ定位置に移動したいと思います。移動する前に巣箱をテープで塞ぎます。車に乗せて移動するので、車の中でミツバチが飛び出しては大変です。ここに持ってきました。別宅から我が家に持ってきました。しばらくここに置いておきたいと思います。忘れるところでした。スモンのテープを剥がしたいと思います。3箇所ありますので、1箇所はそのまま、テープで閉じておきたいと思います。2箇所のスモンのテープは剥いておきたいと思います。はい、これで大丈夫です。これで今日の動画をおしまいにしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。